おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。なんか喋った方がいいのこれ？はい、もう本当自由に喋ってもらう感じで、結構もう YouTuber みたいなイメージで。 YouTuber？ はい、どんどん喋ってもらって大丈夫です。エレベーターを押すときはこのここを使って押すようにしてます。これはカズさんに教えてもらいました。何ですか？感染の感染予防で。ありがとうございます。キャンプ34日目ですね。いやもうやっと金沢帰りますね。本当ですよね。金沢住んでまだ間もないけど、早く金沢帰りたいなって思ってます。ずっと思ってやってました。あれですか、キャリアの中でキャンプ期間って今回が一番長いですか？ああ、山形の時も結構長かったから、山形と同じくらいかなっていう感じだけど、やっぱ自分の家が好きだから、そうですよね、早く自分の家に帰りたいです。お疲れです。お疲れ様です。ダブルユージで。あ、ほんまや。ユージユージです。ユージユージです。ユージユージのエレベーターです。筑波大学のユージユージです。どうぞ先輩、お先に行ってください。え、そんなこと言わんやん、いつも。言いますよ。いつもそんなこと言わんやん。お、天気いいな、今日も。すいません。それ気をつけろ。先輩先輩先輩言え先輩。おい、せめ、はい、お願いします。早く座れ、早く座れ。よろしく。安全運転でよろしく。まあ行きのバスはいつもこんな感じで感染予防して何撮影密着らしいですね。すぐに密着。俺もしたい。あ、来た。Thank you.
なんか食べてるとこ撮られるの。嫌じゃない？食べてるとこ撮られるの。いや、食べてるとこ撮られるの嫌だよな。このホテルは本当にご飯が美味しいんです。都の城グリーンホテルここに出してください。いや、そんな技術ない人だ。ない。そうですね、もうキャンプ序盤から厳しいトレーニングを積んでいて、で、みんなコンディションもすごく上がってきてると思いますし、練習試合ももう何試合もみんなでやっていくにつれて、まあ、関係で選手と選手の関係性であったりコンビネーションのところも良くなってきてると思いますし、すごく充実したキャンプ早くカウンターとかが脅威だなっていう印象をすごく持っていて、で、自分のプレーの特徴というか自分のストロングだと思っているところでハードワークであったり、カウンターのところであったりは自分のこと自分自身に合ってるなって僕は思っていたので、そういったことも移籍する上ですごい決め手になったり、部屋にいるときはもう、まあ、キャンプにしては結構なスペースのある部屋にいさせてもらってるんですけど、まあ、大体ここにもうここの、まあ、この左端のここのスペースにこうやって座って、で、まあ、iPad で YouTube 見たり Netflix 見たりAmazon プライム見たりして過ごしています。今日も一日お疲れ様でした。明日も厳しい練習が待ってるので今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。